戸田想定場前景戸田想定場は、埼玉県戸田市の戸田公園内にあるボート、競技コースである。別名、戸田ボートコース。ナショナルトレーニングセンターボート強化拠点施設に指定されている。2014年度の有料施設の利用者数は8万739人、年度、利用料収入は452万450円、年度だった。 東西、約2500メートルの水路のうち、戸田公園大橋から生端までの500メートルは、戸田協定場としても利用されている。1937年、東京オリンピックのボート競技会場、及び荒川の治水対策のために建設開始された。しかし、日中戦争の激化を理由に、同オリンピックの開催権を日本が返上したため、同オリンピックでの使用はなくなった。 ただし、治水対策の面もあったため、建設工事は規模を縮小しながらも続けられ、1940年に完成した。1964年開催の東京オリンピックの会場となったため、拡幅工事や周辺整備をした。隣接する道路には、オリンピック通りという名前が付けられている。水はもともとコース生誕の笹目側から引いたもので、 あるが、そのための水門は東京オリンピック以後開いたことはない。したがって、現在は雨水と湧水でできている。水面の長さは、東の方は新幹線や最強線の高架の近くから2 5トルに及ぶ長大なものである。西端から5 0 0ルの地点に、戸田公園大橋という歩行者用の吊り橋がかかっており、その橋から西側については、 協定上としても利用されている。水面の東端には、国立スポーツ科学センター、戸田帝子、埼玉県立戸田帝子があり、東京大学や東京工業大学、筑波大学、中央大学、慶應義塾大学、早稲田大学、日本大学、一橋大学、東京経済大学、学習院大学、成蹊大学、成城大学等の大学の帝子や、 三菱帝コなどの実業団チームの帝コが並んでいる。戸田想定上は、北側から1から6、階層レーンとなっている。通常は1から3レーンが往路4から6、階層レーンが袋となり、内側のレーンを早い帝が、外側のレーンを遅い帝が進むことになっている。コース内で、レースが行われている場合は階層レーンが往路となり、1から6レーンが袋となる。 以前は海藻レーンの隣が1レーンであったが、現在は6レーンとなっている。海藻レーンが0レ,レーンと呼ばれるのは、この頃の名残である。ボートコースの南円には、高知用の道路があり、この上をジョギングする姿も見られる。現在は全面的に釣り禁止となっているが、ボートコースはかつて釣りのメッカとしても有名であった。昭和50年代には、手長エビや、 ハぜ等が豊富で休日には、ボートコース沿いや、東端の桟橋周辺は、大勢の釣り人やファミリーで賑わっていた。当時一般的になりつつあったルアーに興じる、小中学生も多かった。今は、釣りが禁止されているのにもかかわらず釣りをする人も多く、問題になっている。管理事務所の所在地埼玉県戸田市戸田公園後の27毎年、全日本選手権や学生選手権をはじめ、 市民大会や大学内での大会、オール三菱レガッタ等が行われている。1920年に始まり、日本で最も長い歴史を誇る、対抗競争大会である、海星高校対筑波大学附属高等学校の試合もここで数十年を行われ続けている。テレビ朝日系列で放送していた、ドラマ、レガッタ、君といた永遠の舞台はここ、戸田想定場であり、 連日撮影に使用された。ありがとうございます。